太陽がじりじりと照りつける夏の昼下がり、気温は35度を超えることがあります。雪がしんしんと降り積もる冬には、気温は冷度を大きく下回ることもあります。このように、自然は様々な変化を見せますが、気温の変化がその引き金となっています。実は、物質そのものの性質も温度の影響を敏感に受けて変化します。 今回の実験では金属の電気抵抗が温度でどのように変化するかを調べてみましょうここに100ワットの白熱電球がありますこの電球の抵抗値はいくらでしょうか電力 P はこうかけますから抵抗 R は V の2乗割る P となります数値を代入すると R は100オームと輸送できます 実際に測ってみると予想した値とは全く違います電球に100ボルトをかけた時フィラメントの温度は2000度を超えます電球はその時抵抗値が1 0 0 o になりますさっきは室温だったので抵抗値が違っていたのですこの結果から金属は温度が上がると抵抗値が大きくなるという予想がつきます今回の実験の目的は このような金属の電気抵抗の温度変化を正確に測ることですところでそもそも温度とは何でしょうそれを見るために金属の内部を拡大してみましょう金属は結晶構造をしています温度が非常に低い状態では金属原子は規則正しく並んでいます少し温度を上げると原子が振動し始めました ささららにに温度を上げると、さらに激ししく振動します。つまり温度は原子の振動の激しさと関係があります。金属に電圧をかけると生じた電波から電子が力を受けて動き電流が生じます。電子は金属イオンと衝突しますが低温では頻度は多くありません。温度が上がると金属イオンの振動が大きくなり電子の衝突頻度が増えます。 この電子の移動が衝突で妨害される現象が電気抵抗です。温度が上昇すると電子の衝突が増えるので電気抵抗が増えます。実験の概要を説明します。この実験では導線の電気抵抗の温度変化を測ります。温度の測定には熱電対を用います。 導線の電気抵抗は、イートストスンブリッジで測ります。まず、熱電対について説明します。熱電対とは、異なる2種の金属をつないだものです。1つ目の金属線に、それとは異なる金属線を接続します。金属線の両端が異なる温度の場合には、金属線間の電圧は、温度差にほぼ比例します。 この電圧が熱気電力です。熱気電力 V を測り比例定数 K が分かっていれば温度差を知ることができます。この実験では一方の温度 T には氷水の温度にします。熱気電力から温度を求めるにはテキストに載っている基準熱気電力表を用います。この表の見方を説明します。 室温から加熱を開始します。例えば、室温が23度の時の熱気電力は、20の行の3の列を見ると、単位がマイクロボルトなので、919マイクロボルト、つまり0.919ミリボルトとわかります。200度になったら加熱をやめ、測定を終了します。その時の熱気電力は、8.137ミリボルトとわかります。 次に銅線の電気抵抗について説明します。電気抵抗は銅線の長さと太さに依存します。形状によらない物質固有の物理量が体積抵抗率です。今回の実験の目的は銅の体積抵抗率の温度による変化を調べることです。電気抵抗 R は長さ L に比例し断面積 A に反比例します。 この比例定数を体積抵抗率、ローと定義します。体積抵抗率ローは温度で変化します。異なる温度で測定したローの値で、平均温度係数 α を次のように定義します。まず、導線について、長さ L、直径 D、電気抵抗 R を測定します。導線の体積抵抗率 ローはこの式からこのように求めることができます。断面積 A は直径 D から計算します。今回の実験で使う装置を紹介します。これは装置の概略図です。この部分が加熱装置です。マントルヒーターで銅線を巻いたボビンを加熱します。 ボビンの温度が均一になるようにアルミの円筒に入れます。これがマントルヒーターです。マントルヒーターの温度をコントロールするためにスライダックという可変式の変圧器を使用します。これが抵抗を測る導線を巻いたボビンです。これがボビンを入れるアルミ円筒です。こちら側は温度を測るための装置です。 これが熱電対です。熱電対の接点は銅線を巻いたボビンと氷水に接触させます熱気電力はデジタルマルチメーターで測りますこれが熱電対ですこれがボビンの温度を測る接点です反対側の接点をガラス管に差し込み氷水の入ったデュバービンに入れます これが熱気電力を測るデジタルマルチメーターですこの部分が抵抗を測る装置ですホイートストンブリッジで導線の電気抵抗を測定しますこれがホイートストンブリッジですそれでは装置を組み立てましょうまずマイクロメーターで導線の直径を測定しますその前に ゼロ点の構成を行ってください測定精度を上げるため導線を異なる方向から数回測定しますボビンをアルミの円筒に入れますこのアルミ円筒をヒーターに入れますマントルヒーターを可変式の変圧器に接続します間違って加熱を始めてしまわないようまだコンセントには接続せずスライダックのメモリは 0V に合わせておいてください 次に、温度をを測る装置を組み立てます。熱電対のこちら側の接点はボビンの端に空いている穴に差し込みます熱電対の反対側の接点はガラス管に入れ氷水で0度にします熱電対のリード線はデジタルマルチメーターのクリップにつなぎます導線の端をホイートストンブリッジの端子に挟みますこれで接続は完了です それでは、室温で熱気電力をチェックしましょう。デジタルマルチメーターの電源を入れます。DC ボルトのボタンを押して、直流電圧を選択します。フロントとリアの切り替えをリアにします。リアと表示されます。表示された電圧がテキストに載っている、基準熱気電力とほぼ同じか確認しましょう。大きく異なるときは、 配線の間違いががあある可能性があります。よくチェックしてください次にホイートストンブリッジの操作方法を説明しますダイヤルは ×1×10×100 を0にセット ×1000 を1にセットマルチプライダイヤルは1にセットしますこれで現在の抵抗値は1000オームになっています スイッチ BA を押しながらスイッチ GA を押し、検流系の針の触れを見ます。スイッチ GA を押すのは一瞬だけにします。長時間電流が流れると検流系が破損します。マイナス側に触れるときは抵抗値がダイヤルの値より小さいのでマルチプライダイヤルを0.1にします。これで100オームになります。もう一度スイッチを押し、針の触れを見ます。 まだマイナスに触れるようなら0.012それでもマイナスに触れるようなら0.0012というように切り替えます針がプラスに触れるようになったら1000の位100の位10の位1の位のダイヤルの順に顕流計の触れを小さくするように調整します針が触れなくなったら各ダイヤルの数値を読みます例えば×かける線が6以下順に1 7、0、マルチプライダイヤルが0.001の場合抵抗値が6 1 7 0 ω と測定できますそれでは温度を変化させながら導線の電気抵抗を測定しましょう用意ができたらコンセントプラグを挿しスライダックのメモリを 70V に合わせて加熱を始めるのと同時にストップウォッチをスタートします 測定は2分に1回行い、熱気電力の値と電気抵抗を実験ノートに記録します。このグラフは測定結果の例です。左が熱気電力の時間変化、右が電気抵抗の時間変化を表しています。加熱中、熱気電力が約8.1ミリボルト、つまり温度が約200度を上回ったら、測定は終了です。 測定が終了したら、まず、マントルヒーターの電源を切ります。スライダックのメモリをゼロにし、プラグも抜いてください。測定結果の解析手順について説明します。実験で、熱気電力と電気抵抗の測定結果が得られました。熱気電力から温度を得ます。 導線の電気抵抵抗抗から体積抵抗率を計算します。この2つから温度と体積抵抗率の関係を求めてください。このグラフは実験で得られた温度と電気抵抗の関係を示しています。ほぼ線形な関係にあるのがわかると思います。同様に縦軸を体積抵抗率にしたグラフも書けるはずです。 レポートには次のことをまとめますが詳しくはテキストを読んでください実験中や片付けの際には温度が高くなっている部分がありますアルミ円筒に水をかけて水蒸気でやけどした例もありますのでやけどに注意してくださいアルミ円筒はこのようにラジオペンチでつかんでゆっくりと氷水に入れて冷却してください